遅いよ、ずっと待ってたんだから。何、久しぶりみたいな顔してるの？もう毎日会ってるでしょ。ほら寝ぼけてないでお仕事始めるよ。もう甘えないの。私だって昨日あんまり寝てないんだから。なんでって、ちょっと考え事があって相談に乗るってそう言われても。オーナーには関係なくはないんだけど。もうそれはいいからお仕事始めるよ。今日は次のフェスの準備するでしょ。それでオーナー、今日は何を決めるんだって。フェスの会場はもう押さえたし、運営スケジュールも決めたし、一番大事なものが決まってない。それってひょっとして、やっぱり水着選びなんてそれオーナーの仕事でしょ。だいたい私なんかの意見を聞くよりフリーダスのみんなの意見を聞いた方が。え、あ、それは私もフィーナスだけど、一応でも水着選びなんて無理だろ。昨日だってそれで自分の水着も決まらない。